戦車と犬と人間の RPG でおなじみのメタルマックスがさらなる進化を遂げて帰ってきた。最新ナンバリングタイトルメタルマックス4月光のディーバ、任天堂 3DS で2013年11月7日に発売。制作はメタルマックスを生み出したあの3人、ゲームデザイン宮岡宏、オリジナルキャラクターデザイン山本敦司、サウンド門倉聡、生みの親の3人が再集結。パワーアップしたメタルマックス4月光のディーバの見どころを紹介。3D に進化を遂げた迫力の戦闘シーン。シリーズで好評だった戦闘モード、戦闘スピードの調整が健在。戦闘設定は自由自在。今作で初登場となる車を紹介。新車種をはじめ、製造戦車バイオタンクの進化、好きな車を買える戦車市場など、初登場のシステムが満載。車のカスタマイズ、初登場する第6の穴から超改造、変化する大砲、焼き鳥砲まで、車のカスタマイズは無限。自分だけのオリジナル戦車を作ろう。山本敦司書き下ろしのウォンテッドモンスターたち、 3D になってパワーアップした凶悪なモンスターは危機としてハンターに襲いかかる。ウォンテッドモンスターを倒すことは自分の強さへの挑戦だ。寄り道が楽しい様々なイベントや冒険クエスト、あの世でじっくり後悔しな。用意されたクエストはシリアスからコミカルなものまで多種多様。出会いこそ冒険の喜び。冒険の途中で出会う人々はどんなドラマを見せてくれるのか。さあ、よみがえるのじゃ。個性豊かなキャラクターたちと新職業、初登場のスキルブーストシステム。新職業としてライダー、武闘家が追加。新システムのスキルブーストでは、キャラクターのスキルを個別に強化することができるぞ。冒険を便利に楽しく、充実のショップの数々。掘り出し物屋にスタンプやくじ屋では貴重なアイテムをゲット。冒険を有利にしてくれるぞ。インテリアショップ、トランクルーム、ハンティングセンターも登場。おなじみのトランクルームは使いやすくパワーアップ。ハンティングセンターではいろんな種類のハントにチャレンジしよう。お得な情報、早期購入特典のばしの情報や無料ダウンロードコンテンツの配信情報、さらに発売後に配信が予定されているアイテムの情報についてはメタルマックス4公式ホームページで随時公開。チェックしてくれよな。